スパイダーマンはちょっと厳しいかな、どうかな。ちょっとあれは雲の範疇を超えてはいるので。こんにちは、生命科学者の高橋翔子です。今日はワイヤード .jp の YouTube コミュニティと Twitter に寄せられた遺伝子に関する質問にお答えします。This is 遺伝子サポート。最初の質問は蹄鉄さんからです。遺伝子をいじれば長生きできますか？最近不老長寿の研究が進んでまして、老化した細胞を取り除くだけでも寿命が伸びて、健康でいられる寿命が伸びるということも分かっていますし、加齢とともに変化する遺伝子のスイッチのオンオフを巻き戻してあげる、それを編集してあげることで若返りができるマウスや細胞の研究もあります。遺伝子をいじるだけじゃなくて、それ以外の方法でも長生きというのは今後よりできるようになります。で、頑張っても200歳ぐらいかなと思いますけれども、そこまで人類の寿命が伸びるっていう可能性はあるんじゃないかなと思います。はい、次の質問は匠7883からです。 DNA を用いて恐竜など絶滅した生物を人工的に復活させることはできますか？できる可能性はあると思います。今現在ですね、恐竜の DNA を得ることができていないので、できないと。恐竜の血を吸った蚊が発見されて、その DNA は呼ばれてるんですけれども、本当に一部しか読まれていないので、 DNA の全体っていうのはわからないというような状況ですね。例えば今アメリカで進んでいるプロジェクトの一つに、マンモスを復活させようというプロジェクトがありまして、それは、マンモスの DNA を一部解析することができたんですけれども、その DNA がちょっと損傷していたので、もう完全に復活させることはちょっとできなくて、象とマンモスの合いの子を作ろうということで、マンモスっぽい生物を復活させようというようなプロジェクトはなされています。なので恐竜の DNA を読み取ることができれば、人工的に復活させることができる可能性はあると思いますが、現状はそこまでできていないというところですね。次の質問はアイノリーダスさんからですかね。遺伝子組み換えって結局何なのですか？なぜ体に悪い悪影響と言われるんですか？遺伝子組み換えというのは、もともとその生物が本来持っていない遺伝子を他の生物からこうパコッと入れるというような技術です。で、例えば青いバラというのを作ることに成功していますけれども、バラはもともと青い色素を作る遺伝子を持っていないんですが、あれはパンジーが持っている青い色素を作る遺伝子をこう入れてくることで青いバラを作るということができています。遺伝子組み換えはその生物が本来持っていない遺伝子っていうのを他の生物から入れてくるような技術のことです。それのその健康への影響というのが、いろいろとその悪いという説もあり、悪くないという説もあるので、こういった体に悪いというような印象があるということかなというふうに思います。で、最近はゲノム編集食品というのも出てきてるんですけど、それは全く別でして、それは本来その生物が持っている遺伝子の配列を一つ変えることによって、例えばより、健康的な成分を含むトマトを作るとかですね、筋肉が大きい鯛を作るとかですね、そういったふうにもともとその本来が持っていて自然界でも起こりうるような変異を人為的に入れているというようなものなので、遺伝子組み換えとゲノム編集というのは全然違うものですね。次の質問はワカルトモボットさんからです。生まれてくる子の顔をゲームのキャラメイクのように自由に決めることができるようになる時代は来ますか？仮にそれを目指す場合、どんな技術が必要なのでしょうか？技術的にはできると思います。というのも、顔の形を作る
遺伝子の情報もある程度分かっているので、この遺伝子が例えば鼻を高くするとか、目の色を青色にするとか、遺伝子とその顔の形の関係っていうのは分かってきていまして、で、あとゲノム編集技術によってその遺伝子情報を好きなように編集することはできるので、その受精卵の段階でゲノム編集をしてしまうと、好みの希望の形質を持った子が生まれてくるということはもう技術的にはできると。で、ただ、それは基本的に人の受精卵のゲノム編集っていうのは禁止されていまして、2018年に中国で初めてゲノム編集ベイビーというのが生まれたんですけれども、それはエイズの耐性を持たせた子供が生まれたということで、世界中がこうびっくりしたんですけれども、ただそれによって他にどんな影響があるかわからないと。遺伝子っていうのは大体一つの遺伝子が一つの体質に関わっているわけじゃなくて、一つの遺伝子がいろんな体質や形質に関わっているので、1個編集すると、他にどんな悪影響があるかわからない。例えばエイズに耐性を持たせると逆にインフルエンザの耐性がなくなってしまうということも知られているので、非常に危険ということで、倫理的な問題をはらんでいるので、人の受精卵の、ゲノム編集というのは基本的には禁止される方向になっているので、技術的にはできると思いますが、倫理的にはおそらくできないということになるかなと思います。次の質問は猫猫さんからです。遺伝子を操作することで遺伝による先天性の疾病や障害が急に治ることはありえますか？これは、まさに今世界中で研究が進められていまして、ゲノム編集によって、先天性遺伝性の、疾患の治療ができるんじゃないかということで、例えば黒内障と呼ばれる、病気であったり、鎌状赤血球症と呼ばれる病気であったり、白血病であったり、そういった疾患に対して実際に人にゲノム編集を施して治療するというような治験が進んでいる段階です。数年後、10年以内にゲノム編集によって遺伝性疾患を治療するということが可能になると思います。次の質問は JS さんからです。スパイダーマンのように別の生物の DNA を組み込むことでその生物の特性を引き継ぐことは可能ですか？はい、これは可能ですね。スパイダーマンはちょっと厳しいかな、どうかな。 ちょっとあれは雲の範疇を超えてはいるので 実際に研究として行われているのは、例えばマウスに人の遺伝子の一部を組み込むことで人の病気の研究をマウスで行うというようなこともされています。遺伝子を入れることで別の生物の特性を引き継ぐということは技術的には可能ですけれども、人がスパイダーマンになれるかっていうとちょっとまた別の問題で、危険性の問題であったりとか、そういった問題はあるとは思いますね。合法になるのか違法になるのかっていうところはありますけれども、例えば筋肉を増強させるようなゲノム編集をこう自分に打ってですね、筋肉を増強させたりとかですね、そういったその、いわゆる遺伝子ドーピングのようなことっていうのは、技術的にはできるとは思いますね。ただそれはおそらく禁止される方向にはなると思いますけれども。次の質問です。ドントルックバックさんからです。私は双子なのですが、クローンと一卵性双生児の違いは何ですか？一緒ですね。ただ同じ遺伝子を持った人でも自分の分身と思ったらちょっと違うかなと思ってまして、同じ遺伝子を持ってもその育つ環境によって全然違う人になるので、一卵性双生児でも性格が違ったりとか好みが違ったりということはよくありますね。なので全く同じ人間を作るっていうのはちょっと難しいと思いますね。クローンと一卵性双生児は同じです。本の源さんですかね。なぜ遺伝子は突然変異するのですか？遺伝子、この DNA っていうのは2本差でできてますと。
で、これが細胞分裂の時に同じ配列をそのままコピーしていくんですけど、こうやって分かれて、で、同じものをコピーして分裂していくという流れになるんですけれども、この配列をコピーする時にコピーミスが起きるんですね。で、それが、本来であればコピーミスでできた異常なものというのは排除される仕組みがあるんですけれども、それが排除されずに残った時に、突然変異として残りますと。で、このコピーミスが起きる要因として知られているものが、化学物質であったり紫外線であったり放射能であったり、そういったものがにさらされるとこのコピーミスが起きやすいというふうに言われています。遺伝子の突然変異は、この DNA が複製する時に本来であれば同じ配列を複製するんだけど、紫外線放射能の影響もあってコピーミスが起こった時に違う配列ができてしまう、それが突然変異になるということです。ご覧いただきありがとうございました。遺伝子というと運命的、確定的、もう変えられないというようなイメージがあるかもしれないんですけど、実は遺伝子の要因っていうのは限られているので、遺伝子を知ることがゴールというよりは、遺伝子を知ることでそこから自分がどういうふうに生きていくのか、どういう生活を送っていくのかの方が大事なので、遺伝子を知るということも、もし興味あればトライしてみてはいかがでしょうか。皆さんの遺伝子への関心がさらに深まるきっかけとなれば嬉しいです。ありがとうございました。